お疲れ様です。レンコです。メリーです。このチャンネルでは私たち二人が、日本史に絡めた様々なことについて、割とシンプルに紹介します。なんか最近寝つきが悪くてさ、困るね。朝5時まで起きてたら、すごく綺麗な声で鳴く鳥の声を聞いたのよ。それで、その声を今後ずっと聞くためにスマホで録音しようとしたのよ。そしたら、その鳥、急に鳴かなくなったのよ。つまり、これはきっと、チャンネル登録者2人達成を祝う幻聴に違いないわ。おめでとう。記念として、モンスターを公園の地面に垂らして、そこに大量にアリが寄ってくる動画でもあげようかしら。そりゃあ、不死だろ。アリンコ。というわけで音量になった天皇ストク炎後編やります。よろしく。というわけで、今回の話はこんな流れよ。あれ？前回はこんなのなかったじゃない。ああ。前回の動画を作った後に、中のやつが体調崩して編集することができなかった時期があって、その間に他の人の動画を見てインスピレーションを得たのよ。今回はこれに沿って進めるわ。なんか下の方とか物騒なんだけどすごく。まずはじめに、この動画は後編なので、前編の内容を知っている前提での進行となるから、そこんとこよろしく。まあいちいち内容振り返って尺が伸びるのもあれだししょうがないね。うん。あと最初ら辺以外は基本的に天皇上皇などは、院と呼ばせていただくわ。後白河天皇と、後白河院は一緒ってことっすね先輩。そうだね後輩ちゃん。前回の最後はどんな内容だったっけ？前回は前代天皇だった、近衛天皇が崩御した時に開かれた次期天皇決定の議定で、茂人親王と森人親王が有力候補だった中、アラサーで今要中毒だった、正人親王が、後白河天皇として即位したところまで話したわ。つまり後白河天皇は平安のダークライだったってことで。ストク院はこれにより、王子の茂人親王を即位させることに失敗して、天皇の父になることができず、院政の機会を失ってしまったわ。そしてその背景には鳥羽院の攻防、立府門院の圧力とか、ストク院の中宮だった、藤原の聖子の実家からの圧力、それと、正人親王と、なんとなく近かった新税もいたわね。惜しい。新税は正人親王の叔母の夫よ。まあでも別にそこは覚えなくても全然いいけどね。なんだ。そして、今回の議定でまたしてもそんな役に回ってしまった、ストク院にとって、その人生を大きく狂わせてしまう、決定的な出来事が起こってしまったわ。それがかの有名な、方言の乱よ。ああ、前回言ってたわね、ちらっと。でも大学に入ってから歴史のことなんて勉強しなくなったし、あんまり覚えてないわねー。そんなマエリベリー女子に、教科書レベルの簡単な概要を先に伝えておくわ。わーい。まず、方言の乱が起こったきっかけは、鳥羽院の崩御だったわ。ストク院の父親がここで亡くなってしまったのね。起点の君として院政を敷いていた鳥羽院の崩御によって、かねてより皇位継承で揉めていたストク院が、同じく、摂関家内で争っていた、左大臣であり藤原の自然体の長であった、藤原の頼長と手を組んだわ。確か前回の議定で、近衛天皇の崩御はお前が呪詛かけてたから疑惑をかけられてた人ね。そうそう。彼は当時、悪作と呼ばれていて、有能ではあったけど、割と悪が強い人物だったわ。悪だけに。ストク院は、藤原の頼長の他に、清和源氏の先代僧侶であった、源為義、そして平の清盛の叔父である、平の忠政などの源平の武士を集めたわ。先代僧侶、清盛の叔父。それに対して、鳥羽院の権威、権力を引き継いだ、後白河天皇は、関白の、藤原の忠通と手を組み、また、源義朝や、平の清盛などの武家の元僧侶の軍団を集結させたわ。なんか、こっちの方が豪華なメンツな気がするわね。そして結果的に勝ったのは、後白河天皇方で、ストク院は讃岐に流刑となったわ。と、まあ学校の教科書ではこんな感じで習うわね。そしてこれから本題に入るんでしょ？そう、ここからはさっき話した、方言の乱を、もう少し順に深掘りしていくわ。まずこの乱のきっかけになる、鳥羽院の崩御が朝廷にどんな影響を与えたかについて触れると、当時の朝廷では大まかに二つの勢力が存在していたわ。ストク院の仲間たちと、後白河院の仲間たち？そう。このうち、後白河院型の構成メンバーは、鳥羽院の権力を引き継いだ、後白河院に鳥羽院の皇后、立府門院、後白河院の叔母の夫である、新税、関白の藤原の忠通と院の近親たちよ。院の近親？まあ鳥羽院の子分だった人たちってことで、覚えなくていいってことね。おい本音漏れてるぞ。これまで、鳥羽院による院政によって幅を利かせていたこれらの人々にとって、鳥羽院の崩御は、政治的に重大な危機だったわ。まあ彼らの大ボスがいなくなっちゃったからね。そして、
トバインが崩御する当日、ストクインは当然、トバインの臨終する直前に見舞いに訪れたわ。これまで散々疎まれていたとはいえ、一応は親子だもんね。しかし対面は許されなかったわ。おやー、トバインは臨終の間際に、ストクインに対して、自身の遺体をストクインには見せてはならない。と言い残したわ。結局最後の最後までその時代で行かれてんのかよー。葬式で遺体を見てはならないなんて、参列するなって言われてるようなものじゃない。しかも名指しで。これによりストクインの、上皇としての、そして、子としてのメンツは丸つぶれになってしまい、ストクインは激しい怒りを覚えたままその場を引き返したわ。ここまで姿勢が初子貫徹していると、もう一周回ってすがすがしいわね。そしてトバインが崩御した3日後に事件は起こったわ。あれ？さっきのも事件じゃなかったの？あんなのはただのトバインとストクインの仲睦まじいほかほかエピソードに過ぎないわ。毎日何食べたらそんな解釈できるのよ。トバインが崩御した3日目に、とある噂が朝廷で立ったわ。噂？都に。ストクインが、左大臣藤原の頼長と手を組んで兵を集めて、国家を転覆しようとしている。というものよ。急展開もいいところね、本当に。が実際には両名はこの時は特別な動きはなかったわ。どういうこと、つまり？この、ストクイン型によるクーデターの噂が一体どこから発信されたのか、その証拠などは当然残ってないんだけど、私個人はこれは、後白河院型による策略の一つだと考えるわ。まあ自然な流れね。まあこの噂がどこから出たのかはともかく、後白河院はこの噂を受けて、藤原の頼長が、彼の荘園から兵を集めることを禁止する命令を出したわ。日陰者が反落者に悪化したわね。そして源氏の総領である、源義朝らの兵が、頼長の重要儀式場であった、東三条殿に乱入してこれを没管したわ。これってどういうこと？東三条殿っていうのは、藤原氏の中でも一番偉い人である、宇治の長者が持つことができる特別な邸宅で、そこは一族に関わる重要な儀式が行われる場所だったわ。そしてこれを後白河院は、没管したのよ。没管ってそんなにヤバいことなの？めちゃくちゃヤベえわよ。没管っていうのは、無本人に対して与える処罰であり、貴族オブ貴族、藤原のオブ藤原のである、宇治の長者が、無本人扱いを受けたのは前代未聞のことなのよ。この絵天皇が崩御した時といい、藤原の頼長もろくな目に遭ってないわね。これらの一連の流れは、後白河院の側近だった、新税がほぼ全て取り仕切っていたわ。新税、狡猾な男。そしてこれらはストクイン型に対する、先制攻撃であると考えられているわ。大ボスがいなくなって自分たちの立場が弱くなったから、不安分子だった、ストクイン型を先に完全に潰すつもりだったのね。まあ大体そういうことよ。これにより、朝廷に敵対する無本人のレッテルを一方的に貼られてしまった頼長と、それに親しかった、ストクインは、噂が広がりつつある現状に身の危険を感じていたわ。東三条殿が攻められた今、いつ自分たちに直接兵を向けられるかわからないもんね。東三条殿襲撃から4日後に、ストクインは突発的にもともといた邸宅を脱出したわ。そして宇治にいた藤原の頼長が上洛してストクインと合流し、白川殿に入り、ストクイン型の兵を結集し始めるわ。くしくも噂が誠となった瞬間である。白川殿は、過去にトバインが遠征を行っていた場所だったわ。この場所で、ストクインが兵を集めたということがどういう意味かわかる？あ、もしかして、ストクインはここで今度こそ遠征を開こうとしていたの？ピンポン。さすがよメリー。やったえへへ。そんな頭いい子なメリーには、登録者4万人で今後も類似の動画を継続的に出せば一定の収益が見込める売却済み雑学系ゆっくりチャンネルの権利をあげるわ。わい。メリーの言った通り、白川殿でストクインが兵を集めたということは、この戦いで後白河院型を破り、今度こそ、起点の君となって遠征を行う、確固たる姿勢の表れだったのよ。生まれてからストクインはずっと朝廷において日陰者だったけど、この時まで、ずっと心の中ではまだ遠征に対する未練と執着があったのね。ストクイン藤原の頼長の元に集まった兵には、清和源氏の先代総領であった、源為義、平の清盛の叔父である、平の忠政などの将がいたけど、残念ながらこれらの武将は、一族の主導権をすでに失っている、過去の人だったわ。プロ野球でいうところの試合の後半に客沸かせで代打で出てくる40代過ぎのベテランバッターだったってことね。うん、歴史の話題でその例えはどうかと思うわメリー。一方で後白河院の元に集まった武将は、
源平のトップである、平清盛と、源義朝らでその兵力の差は歴然だったわ。つまり後白河院は村上宗隆と吉田正隆を両取りしたのね。ああ、もうわかりにくくなるじゃない。さっき挙げたチャンネルの権利没還するわよ。いやあ、それだけはやめてー。まあ、とりあえず後白河院型の軍勢の方が圧倒的に強かったわ。うん。崇徳院がこの戦で勝つ最後の望みとしていたのが、第一子、茂木と親王の後見人補佐係であった平忠盛の息子である、平清盛が味方になってくれることだったわ。でも結局、平清盛は崇徳院型の敗北を予期して後白河院型についてしまったわ。本当に最初から最後までうまくことが運んだことがないじゃない。戦局は常に後白河院側の圧倒的優位のまま進み、あいなく崇徳院側は1日で敗北したわ。無念。宇治の長者、藤原の頼長は矢傷を受けてしまい、戦闘が終わって6日後に死亡してしまったわ。悪の強かった悪サフ。成仏してね。また、崇徳院側に立った、平忠正、源為義とその子息は全員が処刑されたわ。崇徳院本人はどうなってしまったの？崇徳院は髪を剃って仁和寺に出頭して、同母弟である、覚醒法親王に取りなしてもらうことを願ったわ。最後の頼みは弟。頑張って後白河院とうまくやり取りしてもらいたいわね。がしかしこれを親王に断られ10日間拘束された後、そのまま讃岐への流刑が決定してしまったわ。もう本当に何もかも思い通りにならないわね、本当に。崇徳院は仁和寺から牛車で移動を開始して、源重成ら数十名が警護に当たる中、鳥羽へ向かったわ。その際に使われた牛車はとても上皇が乗るものとは思えないほどみすぼらしいものだったわ。天皇が流刑に処されたのは、藤原の仲間炉の乱における順神天皇の淡路国入る以来、およそ400年ぶりの出来事だったわ。前回までは院政の権利を失ったくらいで済んでたけど、今回は本当に行き着くところまで行ってしまったわね。それではここまでの前編も含めての振り返りとして、崇徳院に降りかかった不幸をまとめていくわ。随分趣味の悪いまとめ方ね。まず、父親である鳥羽上皇から自身の子として扱われず、生涯邪険に扱われる鳥羽上皇に上位を迫られ、その際皇太子にではなくなぜか皇太帝であったため、院政が行えなくなった。自身の子であり嫡流であった茂木と親王を天皇に即位させようとするが新勢らに阻止され、代わりに大の大人で皇位継承とは全く無縁だった後白河天皇に即位される。父親である鳥羽院に臨終の際に遺体を見せてはならないと言い残される。国家転覆を企てているという根も葉もない噂が立ったせいで方言の乱に巻き込まれ、茂木と親王と関係のあった平清盛に頼ろうとするが敵につき完敗し、仁和寺にいた弟に助けを求めるが断られて讃岐に流される。とざっくりまとめるとこんな感じね。もう何も言うことないわ。と、まあここまでが、方言の乱の深掘りよ。最後らへんとか少し字が小さかったと思うけど、あんまりまじまじと見ると目が悪くなっちゃうからほどほどにね。字が小さすぎて虫眼鏡ないと見れないわよ。じゃあそろそろ次に行くわよ。方言の乱の話が長かったからね。方言の乱で敗戦し、讃岐に流刑になった後の崇徳院は、讃岐の国府が建てた御所で軟禁状態の中暮らしていたわ。私島流しにあった人って現地で自給自足の生活をするのかと思ってたわ。ロビンソン・クルーソーじゃないわよ。え、東京出身の連子がちゃんと突っ込めてるすごいわ。今まで聞いたことないレベルの偏見をありがとうメリー。ちなみに京都人の家に上がった時は1分以内に出ないと作りたての熱いブブ漬けを投げて追い出そうとしてきます。それどこの世界線の京都？即興飛風漫才は無駄に尺が食うからこのくらいにしておいて、讃岐の御所で暮らしていた崇徳院は、京に戻ることを諦めて悲嘆に暮れ、自身の不運を嘆く日々を送っていたわ。初めのうちは都を恨めしく思っていたけど、しばらくすると崇徳院は、仏教に没入することになるわ。やっぱり趣味って大事ね。仏教への没頭を深める中で、崇徳院は、死後の極楽往生を願い、写経を始めて、法華経、華厳経、涅槃経、大実経、大本般若経を写し取り、五部大乗経の写経を3年かけて完成させたわ。あれ、これって結構すごいことなんじゃないの？そうよ。この分量は190巻にも及んで、すべてのお経を写すのはとてつもない労力であり、崇徳院の現世での幸せを諦め、死後の安寧を願う気持ちの強さが伺えるわね。さらに写経は一字一句間違いのないように書き写すことに重きを置かれるんだけど、平安時代中期に入ると、それに加えて文字を美しく飾る、装飾経が現れて、崇徳院が写した五部大乗経も装飾経であるとされているわ。それにより一文字にかかる時間もその分多くなり、この写経は崇徳院の大変な労力がかかっていたわ。そこまでしてでも、極楽浄土に行きたかったのね。ちなみに、崇徳院が讃岐に流された以降の話は、方言物語という資料がソースで、この、方言物語にはいくつか異なるバージョンのものが存在していて、
それぞれ記述が微妙に違ってたりするんだけど、中には写経は、崇徳院自身の地で書かれたものであると記したものもあるわ。え？なんかさっきまでと経路が違うような。まあまあ。そして完成させた5つの写経を、京にある寺に収めてほしいと、仁和寺にいた弟の覚醒方針王に手紙と歌を添えて送ったわ。あ、方言の乱の時に取り次ぐの断った人だ。煉獄である讃岐に置いておくよりも、格式の高い京の寺院に収めた方が、より願いが成就すると崇徳院は考えたわ。まあ仏教の考え方ではそうなんでしょうね、きっと。受け取った覚醒方針王は朝廷にこれを提出すると、後白河院は、この写経には崇徳院の主訴が込められているのではないのか？と疑ってこれを朝廷が受け入れることはなく、そのまま讃岐に送り返されてしまったわ。おいこのあらさ今要求だぞ。蓮子が崇徳院はいっぱい頑張って写経を作ったわ、的なことを言い出してから、フラグが垂直に反り立ってたわよ。まあ何事もうまくいくとは限らないしね。うん、人生の要所要所で確実にうまくいってないじゃない。長い年月ととてつもない労力、そして来世の極楽往生を、切実に願い書かれた写経を受け取られることを拒絶された崇徳院は怒り狂い、都に置くことができないならばと、自身の舌を噛みちぎり、流れ出た地で送り返された写経の奥に、日本国の大魔縁となり、王を取って民とし、民を討とな、さん、と記したわ。唐突なホラー展開。これをただのホラーだと解釈できるメリーは能天気でいいわね。これってつまり、崇徳院が日本を脅かす大音量になるっていうことじゃないの。まあ大体その解釈で合ってるわ、前半はね。重要なのはその後の、王を取って民とし民を討とな、さんの部分よ。そこの意味がいまいちよくわからないんだけど。これは皇室に対する呪いの言葉そのものであり。王を取って民とするということ。それはつまり、皇室を滅亡させて、ただの民にする。という意味であり。そして、民を討とな、さんは、ただの民を新しい王にさせるという意味だわ。天皇が革命しそうになってる。まあこの時の崇徳院は上皇なんだけどね。皇室の打倒を望む上皇なんて聞いたことないわよ。初めて歴史の教科書で読んだ時はさっと流しちゃったけど、讃岐に流された崇徳院がまさかこんなことになってるなんて思いもしなかったわ。そして、この経を魔道に絵コースと言って、写経を魔道に収めたわ。崇徳院は崩御するまで爪と髪を伸ばし続けて夜叉のような姿になり、後に天狗になったわ。マジでー。また崩御後、その遺体を入れた棺から大量の血が溢れ出て、それは蓋を閉めても止まらなかった。そうよ。これ本当の話？これらの記述は方言物語にて記されていることだけど、このようなことが実際にあったかどうかは今回は語らないでおくわ。それはまたどうして？信じる人は信じたらいいし、突拍子もない話と思ったらそれでもいいと思うわ。信じるか信じないかは、あなたに丸投げします。この話が本当にあったことなのか、それよりも重要なことがあるのよ。それは、崇徳院が日本に災いをもたらし、皇室を呪う怨霊となったということを、当時の人々は信じていたということよ。それがそんなに重要なことなの？怨霊はただ一人でに誕生し、ただ一方的に人々に災いをもたらす、というのが、一般的に解釈される怨霊の性質だと思うけど、もう少しうがった目線で見ると、怨霊は人々に広く深く信じられることで、初めて怨霊として存在することができる、というのが怨霊の本質的な性質よ。それってつまり、たとえ崇徳院が怨霊となって讃岐から呪詛を放ったとしても、都に住む人々がそれを全く認知していなかったら、それは存在していないのと同じってことね。このチャンネルも全く誰にも見られてないから存在してないのと同じね。全く誰にも求められてない自虐だわ。だからここで重要になるのは、都の人々が崇徳院を怨霊として認識し始めたタイミングよ。それが、崇徳院の怨霊の誕生の瞬間よ。崇徳院、怨霊として第二の生を受ける。ここからは朝廷が、島流しした崇徳院をだんだんと、怨霊として恐れおののいていく過程を語るわ。いわゆる、ザマー系のエピソードね。方言の乱で弟に負けて都を追放された俺は讃岐国で大魔縁と化し皇室を呪うことにする。お願いだから都に戻ってこいと今更言われたところでもう遅い。お前らのことなんて知ったことかっていう追放系ラノベ出したら売れそう。売れないと思う。方言の乱が終わった後、崇徳院はしばらくの間は、罪人として扱われていたわ。上皇なのにひどい扱いね。崇徳院が讃岐国で崩御した時も喪服の儀が朝廷で行われることはなく、後白河天皇方に無視されていたことが百連勝に記されているわ。そうやって存在に扱ってると痛い目見ちゃうわよ。
さらに、崇徳院型に尽きる刑になった貴族が帰郷を許されたり、藤原頼長の子が後白河院の側近に登用されるなど、徐々にしこりが溶けてゆく中でも、当の崇徳院への認識は変わらなかったわ。この時点では崇徳院はただの、先の戦いでの敗北者であり、怨霊とは誰も思っていなかったわ。取り消せよ。はぁ、今のこと。しかし、事態はだんだんとおかしな方向へと動いていく。流れが変わったわね。安元2年1176年に、後白河院の近親者の皇族たちが、たった2ヶ月の間で4人も崩御する事態が起こったわ。えらいことや、えらいことやで。ここから朝廷の人間が、崇徳院の運用を意識するようになったわ。さらに翌年には都を揺るがす大きな事件が立て続けに起こるわ。4月には院と衝突していた、延暦寺の大衆が、神輿を奉じて京に入り朝廷に対して訴えを通す、豪訴が起こったわ。この豪訴により京の中で戦闘が発生し大勢の犠牲者が出たほか、元天皇の高倉天皇が代理から緊急避難するなど京は騒然となったわ。京に災い起きとる。さらにこの豪訴が起こった15日後、京に大きな災いが起きたわ。え？まだ起こるの？太郎消防とも呼ばれる、安元大火が発生し、京は一晩で火の海と化したわ。この大火によって京の3分の1が焼失し、火は無常にも盛んに燃え広がり、朝廷の中枢である大内裏、そしてその中でも天皇の儀式の中心である、大極殿も焼け落ち、あろうことか皇居であった官院にも火が迫る勢いだったわ。朝廷の中枢にまで呪いの効果浸透してるじゃないの。そう。崇徳院が皇室の滅亡を願った通りのことが、実際に起きていたのよ。そしてこの当時の朝廷では、この立て続けに起こった不幸を、方言の乱で争った、藤原頼長と、崇徳院の運用によるものだという解釈が生まれ、この二人の御霊をいかに供養するかが盛んに議論されるようになったわ。縁座町、縁座町。愚昧期安元3年5月9日上には、讃岐院、崇徳院並びに宇治佐府、藤原頼長のことが話題になっている。近日の天下の災いは、かの人たちが原因との疑いがある、という記録が確かに記されているわ。そしてこれ以降、貴族たちの日記で、怨霊の記述が頻出するようになったわ。本当に当時の人々が怨霊について記しているのを見ると急にリアリティが増すわね。崇徳院や藤原頼長本人が本当に怨霊になったかは定かではないけど、少なくとも京の人々がそれを、怨霊であると認識することによって、崇徳院の怨霊がこの世に成立したわ。みんなが意識するほど怨霊の存在が強くなっていくジレンマ。そしてこの天下を揺るがす大怨霊を、一番恐れていたのが、他でもない方言の乱の勝者にして崇徳院を讃岐に流した張本人である。後白河院その人だったわ。回り回って収まりのいいところに来たわね。後白河院は二人の御霊をどうにかして供養し、沈めることに躍起になり出していたわ。まあだって後白河院に近しい皇族が短期間に4人も亡くなってるから、次は自分の番かもしれないと恐れるのは自然なことだわ。その背景にはかつて崇徳院の側近だった藤原の頼長の提言が大きかったわ。その人はもしかしたら主人を敗戦に導いて、最終的に流刑に処されてしまったことに責任を感じていたのかもしれないわね。あんたさっきからブルブル震えてるくせに随分まともなこと言うじゃない。この震えは生理現象だからもう誰にも止められないのよ。まあなんでもいいけど。後白河院は方言の乱の勝利宣言である、方言の宣明を完全に破棄して、讃岐院と呼ばれていた院号を、崇徳院と改めたわ。そして頼長には朝廷の官位の最高位である、正一位太政大臣が追贈されたわ。今まで崇徳院じゃなくて讃岐院って呼ばれてたんだ。この、讃岐から、崇徳に院号が改められることにはとっても大きな意味があるのよ。詳しく。この時代は、天皇が崩御すると皇居のあった場所や出家した寺、山陵の名を冠した、追号が送られるのが通例だったわ。白河天皇とか、鳥羽天皇なんかはこれに該当するわね。天皇の名前に京都の地名がよく見られるのはこのためよ。よって、讃岐院もこの慣習に従って崩御した地をそのまま追号としたわ。つまり改められなかったら讃岐天皇になってたってこと？その可能性は高いわね。天国でうどん作ってそう。そして今回新しく送られた、崇徳は追号ではなく、死号だったわ。死号？何それ食べれるんか？死号は生前の高貴さや高徳を表した美称であり、一般的な天皇よりも、より格式の高い、死号を送ることで、崇徳院の運用を沈めるという効果を期待したものだったわ。死号あげるから許して。ちなみにこれ以降、崇徳院のように戦に敗れて都から離れた地で崩御した天皇には、徳の字が入った、死号が送られることになったわ。いくらなんでも勝利宣言を放棄したり、負けた側を丁重に扱ったりしたら、
それは後白河院方の政治的権力を自らそぐ自殺行為じゃないかしら。それをしても構わないほど怨霊を恐れていたということよ。しかし、皮肉にも、後白河院は、国家を挙げて崇徳院の怨霊に対して様々な手段を使って、これを鎮めようと努力したけど、その後の展開は歴史を学んだ人は、もうお分かりの通り。貴族ではなく、武家である平氏一門による朝廷の権力独占、そして源頼朝らによる、鎌倉幕府の成立で、日本の有史以来続いていた。朝廷による政治が途絶え、天皇の地位は失墜してしまった。気が遠くなるほど壮大な有言実行が成し遂げられてしまったわね。これを崇徳院の怨霊の仕業とするかはさておき、後世にまで崇徳院が、日本三大怨霊として恐れられる要因になったのは、このような、天皇から将軍へ政治主導権が移った歴史があるからよ。そして、崇徳院の怨霊を恐れたのは何も、当時の人々や現代のオカルトマニアだけじゃないわ。幕末の動乱期には、孔明天皇が讃岐にいる崇徳院の御霊を京都に移すために、城峰宮を建設をはじめ、明治天皇が即位後それを完成させて直々に参拝を行ったわ。そこでは、保元の乱で崇徳院方についた源のため義も武道の神として祀られているわ。グレープの神？さすがエイプミリオンウォッツがいる国ジャパンですね。あ、そういうのいいから、あといつまで小鹿のように震えてるの？疲れない？かえっていつもみたいに肝臓の許容量をはるかに超える量のウォッカ飲んでこと切れるかのようにブースカピーしたら、1行ったら10くらい帰ってきたわ。今回も雑な締め方で申し訳ないわね、ほんと。そうやって今後も謝罪を続けていきます、レンコは。ちなみに、白峰宮は現在の、白峰神宮で京都市上京区飛鳥井町261番地にあるわ。主催人は崇徳天皇と純仁天皇で、この神社がある場所は代々飛鳥井家という蹴鞠を治めていた家の所有地であるため、他にも帝大明神という球技の神様が祀られていて。あれ、レンコなんて机の下見ながら話してるん？断りを入れておくと、今回の動画に限らず全ての動画を通して、登場する人物に対しての公平性は泣き物として扱うから、歴史好きの方はごめんなさい。あの子、あんなにいい人だったのに、なんで。この動画を見て、親父の葬式に行けずに香川に島流しされながら舌を噛みちぎって、その地で追放ラノベを執筆して、その名誉で死亡を出版社から送られたいと思った方は、ぜひ、他の動画も見てください。それでは、解散。